はいどうも、車買うチューバーワンソクチューブです。今回はですね、私のスバル、レヴォーグ STI スポーツ EX こちらで、ドライブ中なんですけれども、なんとですね、もう早いもんで6ヶ月が経って、6ヶ月点検が、まあ、今週末にあるということで、2021年2月に納車されて、まあ、今8月になっているので、まあ、納車半年ということで、納車半年レポートをしながらですね、いろいろレヴォーグのよもやま話をしていきたいと思います。でね、やっぱりね、乗るといいんですよね。レヴォーグはほんとね、ドライブフィールに関しては国産随一と言ってもいいぐらいむちゃくちゃいいですよ。これはこの緻密な感じとかね、最近まあ私ゴルフ8が納車されまして、でベゼルも納車されて、いろんな車乗り換えてますけども、やっぱね、レヴォーグ乗るといいなと思えるドライブフィールありますね。特にね、ステアフィール、これが素晴らしい。まあ、先日ね、STI パーツのね、フレキシブルドローステフナーというね、前後にブレースを入れるというのをつけて走らせてもらって、そのね、ブレースの効果っていうのもすごい良かったですけれども、もちろんね、やっぱスノーレヴォーグのステアフィールが良いからこそさらにね、良くなるという部分もあります。なのでね、このレヴォーグのステアフィール味わったことない人はですね、ぜひ、試乗して確かめてもらいたいほど上質なものになってる、フリクションもないし、かつね、路面をしっかり、掴んでる感じもあるし、それでいてしっとりしているということで、最近のね、 BMW の車も3シリーズとか、あのあたりと比較しても全然負けてないドライブフィールになってますね。で、散々今までね、燃費悪いとか私言ってきましたけども、今ですね、平均燃費がですね、なんと、リッター 13.5 と出てますね。割と給油したばっかで、まあ、給油してからですね、167キロ走ったところなんですけれども、その時点での燃費が 13.5 というふうに出てますんで、こんだけ走りゃまあ、良かないけど、レギュラーガソリンっていうことも考えれば、まあ、いいんじゃないかなと思う部分ですね。で、静粛性も非常に良いというところで、まあ、ドライブフィールに関しては、いいんじゃないかなと。まあ、この 13.5 もですね、割と長距離を走って、高速を走った時の燃費なのでですね、まあ、市街地だけを走ってればもうちょっと悪いのはまあ当たり前なんですけども、まあ今走行しているうちですね、13.4 に下がったんですけども、まあ街中のちょい乗りメインだとリッター10とか11ぐらいとかそのぐらいに落ち着くんじゃないかなと、高速を使ってまあ 13.4 ぐらいということで、まあ今日はね、これからちょうど高速首都高を使ってですね、横浜まで走る用事がありますので、このね、レヴォーグ STI スポーツ EX で横浜までの首都高、高速燃費往復ね、ちょっと測ってみたいと思います。なので、まあ、スタートした時点でですね、まあ、13.4 だったものが、まあ、どのぐらいね、下がるかというところを見てみたいと思います。はい。じゃあ、ここからね、首都高5号線乗っていきたいと思いますので、はい。この声もね、トヨタで聞き覚えのある、馴染みのある声ですよね。なので、ドライブモードをですね、せっかくなんで、スポーツプラスですね。パワーユニット、ステアリング、サスペンション、AWD、すべて、スポーツ性能に振っているドライブモードですけども、前がね、詰まってるんでちょっと、加速できませんが、ちょっと、間隔を空けてですね、ここから、ちょっと床まで踏んでみたいと思います。床までドン!キックダウンスイッチのようなものはない。6000回転まで綺麗に回って、おお気持ちいい。おめっちゃ気持ちいいじゃん。はい。ということで、合流の加速とかもですね、まあ、1.8 リッターの、ボクサーターボですけれども、先代のね、2リッターターボのような、こう、すごい加速感っていうことではないですけども、上質に速いと。まあ、間違いなく先代の 1.6 リッターターボよりはですね、いいという感じにはなってますよね。そしてね、このスポーツプラスにしてるとステアもどっしりしてですね、足回りも変わるんで、いやめちゃくちゃどっしりしてる。風強いんですけども、あ、ちょっと切ってもね、ノーズが変え向きを変わるし、
レボーグというかですね、スバルの車の多くはですねフルタイム四駆になっているので、しっかりね四輪で地面を蹴っている感じっていうのはありますね。いやーすごい、ハンドリングに関してはめちゃくちゃ粘るし、クイックイックイって、レーンチェンジも しつつですね、こんな感じで外側のタイヤがグッと踏ん張る。こちらの、レボーグ STI スポーツ EX にはですね、電子可変サスペンションがついていて、ドライブモードを変えるとですね、サスペンションの味付けも変わるということで、この辺もね走りが楽しい理由になってると思います。いやそれにしても接地感というかですね、ステアフィールのどっしり感が半端ない。これやっぱ僕いつもですね、インディビデュアルモードって言って、ステアフィールとか足回りとかエンジンの特性とかをですねカスタマイズできるモードで、ステアだけスポーツにして、その他はコンフォートモードにしてですね、カスタムして走ってるんですけども、やっぱスポーツプラスの足回りはやっぱいいな。このぐらいやっぱ地面をがっちりこうなんだろう、少しやっぱ固めの乗り味になりますけども、こっちの方が高速の安心感はすごい強い。ステア自体はインディビジュアルでスポーツにしていつも乗ってるんで、重さ自体は変わらないはずなんですけど、よりなんだろうな、車がすぐにこう向きを変えてくれるみたいな感じはありますね。ちょっとのこう機微を見逃さない。でエンジンのマッピングもスポーツになりますので、こういったね合流の加速とかでも、綺麗に上まで回ってくれると。で、回転数がですね2000回転以上のところを、アクセルオフでも保たれていてですね、どの体勢からでもアクセルを踏んですぐに加速できるような、モードになっています。このスポーツとスポーツプラスがあって、今スポーツプラスにしてますけれども、スポーツにするとどこが変わるんだ、スポーツシャープモードっていうのがあるんですね。よりやっぱパワーユニットが高回転側の、ものになるみたいですね。そんでスポーツモードだとステアリングとかサスペンションはノーマル設定ということで、パワーユニットだけスポーツになって、さらにスポーツプラスにすると、パワーユニットともスポーツシャープと、さらにその上の、回転域を保つような感じで、ステアとサスペンションも、スポーツになると。で AWD の設定もスポーツになっているので、まあよりね後輪に、アクセルオンにした時に駆動がかかりやすいというような設定になっているんだと思いますが、いや本当に面白い。今、アイサイトツーリングアシストオンにしました。で、設定速度を決めてですね、走ってますけれども、もうめっちゃステアのこう食いつき具合が半端ない。こんぐらい結構急に曲がっている状態でもですね、アイサイトツーリングアシストだとぐいぐい曲がってくれると。他のメーカーの、レーンキーピングアシストとかレーントレーシングアシストだと結構ね曲がりきんないでコースアウトして、まあ自力での操作が必ず必要になるようなシーンはありますけど、スバルはやっぱその辺はですねレーンのキープ具合は半端ない、マジ半端ない。で、まあもちろんねハンズオフのアイサイト X ですね、そちらはですね、手放し足放しで前だけ見てれば車が自動で運転してくれるというモードがありますけど、まあ、残念ながらですね車速が50キロ未満じゃないと使えないという制限があるので、まあ、このようにですね流れている高速では使えないんですけれども、渋滞した時とかノロノロの時にはですね効果を発揮するというのは、以前にも本当に渋滞の高速に巻き込まれた時にめちゃくちゃ重宝していたんで、これはね素晴らしいなと。それがですね300万円台の、レボーグのベースグレードでもオプションで付けられるというところはねすごいなと。これがトヨタとかだったらもう上位グレードにだけオプション設定みたいな感じにはなると思うんですけども、スバルはねそういうところの志の高さ、その安価な車にも、やっぱりですね、安全装備は妥協しないで付けられるようにしてくれるっていうね、選択を残してくれてるのはありがたいですよね。今も、アイサイトツーリングアシストで曲がっています。でちょっと今ここね結構急な、山手トンネルに入っていくところのカーブですけども、ここも、全く危なげなく曲がれていると。いや全然怖くないな。結構レーントレーシングアシストとかレーンキーパーアシストとかに車に任せるともう怖くて
でもかなりギュッと握ってないといけないなという感じはありますけど、やっぱスバルはその辺の運転支援の円熟加減というかですね、熟練加減はですね本当にうまくできていて、まあ、今回のアイサイトツーリングアシストだと、まあ、コーナーの前にですね自然に減速してちゃんと曲がれる速度まで減速してコーナーを抜けてくれる機能とかも備わってますので、結構輸入車含めですね多くのメーカーの、そういうねアダプティブクルーズコントロールやレーンキープ機能ではですね、さすがにそこまで減速して曲がってまたさらに加速をして、くれるとかそういうのは備わってないですからね。でこれあの料金所とかでは必ず減速もしてくれ、自動で減速してくれて、で、料金所を抜けると再加速してくれるという機能まで備わっているということです。超絶賢いんですよね。まあもちろんね、過信は禁物なので必ず手は添えてなければいけないのは当たり前ですし、前を向いてないと怒ってくれる機能もあるんで、まあその辺もね、ダブルチェックになっていていいと思いますね。でしかもこのね、ステアを握っているかどうかの判定も静電式になっているので、まあ、BMW とかと同じようにですね、触れていれば握っているというふうに認識されます。なのでトルクを返してないといけないと、ステアリングを握ってくださいと、注意喚起がされるメーカーっていうのは結構多くてですね、それが煩わしいという人もいると思うんですけれども、そういうことも心配ないというところではですね、このレヴォークの運転支援のところは本当に優れているなと思うところですね。でちゃんとねこういう、モニターの部分で、左右とかね、隣のレーンを認識してですね、車が来てると、教えてくれる機能も備わってますし、まあ、もちろんねブラインドスポットモニターもついてるんで、その辺はね、まあ、間違いないかなというところですね。でねこのクリアビューミラーだったかな、クリアサイトビューだったか忘れちゃいましたけど、まあ、デジタルインナーミラーですよね。これもいいですよ。まあ、悩んだらつけといた方がいいんじゃないかと思います。まあ、もちろんねオフにすると普通のミラーとしても機能しますけども、このミラーの解像度はぶっちゃけ先日ちょっと紹介した日刊自動車新聞さんの良品大賞を取ったデジタルインナーミラーより見やすい、申し訳ないけれどもそこはね解像度とあと照度ですね、バックライトの照度がかなり高いので、こっちの方が高精細に見えてる感じはあります。ただ録画機能がないっていうのが惜しいところで、まあ別途ドラレコをつけなければいけないという部分もありますけれども、後方視界の確保という面ではすごく見やすいですね。これつけてよかった、めっちゃ高精細ですよ。そしてやっぱ視覚も少ないですから、ここの、ミラーでデジタルミラーで 見切れる頃にはですね、こっちのサイドミラーに、車が補足されているぐらいの距離にはなりますんで、本当視覚が減ってるなという感じ。惜しむらくは録画機能があればよかったのになと思うところではありますけどね。本当に視覚が少ないですね。これだとやっぱ暗いし、よく後ろが見えないですし、やっぱ D ピラーのところで視界が妨げられているのに対してやっぱクリアビューの方が見やすいですね。そしてまあいいところだけじゃなくてね、ダメなところとしてはですね、燃費は以前に言ってたと思うんですけれども、高速燃費に関してはですね、やっぱちょっと乗っているうちにですね、燃費も上がってきてる気がしますね。なんか当たりがついてきたのかもしれないです。で今走行距離がですね1769キロということで、半年で、まあ、2000キロ弱ということで、まあ、走ってないっちゃ走ってないんですけど、これもやっぱ3000キロぐらいとかになるとよりね好調になってくるかもしれないですね。そしてですね、不満点としてはですね、やっぱり、オートビクルホールドの呼び出しが相当毎回めんどくさいと、3アクション必要ということですね。車両のボタンを押してオートビクルホールドをオンにして、さらに地図ボタンまで、押さないと戻ってこないという煩雑さになっているので、ここはねショートカットでワンボタンで起動できるようになっている、ないしはメモリーして1回ねオートビクルホールドをオンにしたらエンジン切ってもホールドされてると なればですね問題解決なんで、そこはソフトウェアアップデートとかでですね対応してくれると嬉しいなと思うところですね。そして不満点としてはですね、昨今当たり前に軽自動車とかでもついているフロントのセンサーの類がないというところですね。アイサイトの視界拡張の機能で、フロントカメラは用意されてはいるんですけれども、センサーがないんですよね。なので駐車の時とかにね、前にこう進んでって、何か柱とかがあった際、普通の車だとピピ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 って言って、距離を教えてくれるんですけど、何も教えてくれないと。で360度モニターもこちらには用意されていませんので、
サイドカメラだけはあるんですけど、上から見た、360度カメラのようなものはないので、多分こっち側にカメラつければね、合成できると思うんですけどね、そこがないっていうのは惜しいところですね。360度モニターがないっていうのと、フロントのセンサーがないので、よっぽど近づきすぎちゃうと何の警告もなくゴンとぶつかるということで、昨今ありの車の方がだいぶ多いと思うので、それに慣れちゃってる人がぶつけてるという話は聞きますね。レボグに乗り換えた時にフロントのセンサーがないためにですね、何もなんないからいけるのかと思ったらぶつけちゃったみたいなコメントとかをいただいてますけども、まあ、そういうところがちょっと惜しいかなと思うところですかね。走ってる時のこう運転支援はアイサイト X とかですごいんですけど、そういう駐車の時のね、運転支援がちょっとやや足りてないのが今後のスバルの課題かなと思うところですね。まあ、それ以外はですね、内装の質感ももう昔はね、スバルとエヴァも内装は諦めてくださいみたいな風潮は若干ありましたけども、今やねめちゃくちゃ内装いいですからね。やっぱインプレッサー以降内装の質感も飛躍的に上がってますし、あの2パッドのところもソフトパッドになってるし、なんとねアンビエントライトもドアとかね、こういうセンターコンソールとかカップホルダーのところにまで仕込んであるということで、全然いいじゃんと。さらにねやっぱ国産初となったデジタルメーターですよ、これ。全画面の地図表示ができるデジタルメーターが備わったっていうのはね、大きなトピックだと思いますし、実際に見やすいで、情報量としても非常に多いですね。なのでよっぽどですね、輸入車とかよりも見やすいと思いますし、バーチャルコックピットに次ぐぐらい情報多いんじゃないかなと思います。いやこのねデジタル表示の地図は相当賢い。スピードの時速表示ある、タコメーターある、運転支援の作動状況の、インジケーターもついてる、外気温もついてる、さらに、ロードサインアシストというね交通標識読み取り機能もついてる、で次曲がるあのところのね案内とかもついてるということで、かなりね情報量多いですね。これはねいいんじゃないかと。あのゴルフよりいいですね。ゴルフあの先代の方が情報量多かった部分もあって、今回ねあのメーターと地図表示が同時でできなくなってたりとか、若干解約が見られるので、それと比べてもあのレボーグのデジタルメーターの情報量の多さ、そして見やすさっていうのはよく練られてるなって思うところですね。でまあ押しむらくはですね、ヘッドアップディスプレイがないので、あのなんかね青とか緑とかが光るインジケーターだけはヘッドアップで光るんですけども、まあ通常のヘッドアップディスプレイがない、代わりにですね、この地図表示ができる、デジタルメーターになってるんだと思いますけれども、まあね、これは本当に国内初、国産車初として、かなり機能性の優れたメーターであると言えると思います。ただね、任意での拡大縮小はできないので、本当にナビのサポート的な役割でしかないですけれども、それでもね、あるとなしだとだいぶ違いますね。視線を映さないでも地図を確認できると、次曲がるコーナーの先に何があるのかとか、そういうのがやっぱ見れるのは非常にありがたいですね、うん、そしてねこのね 11.6 インチだか 11.9 インチだかの縦型のナビ画面なんですけれども、描画はややもっさりなんですけども、ただまあこの高速略図が上に出ても、下がね普通のナビぐらいの大きさぐらいのスペースを確保しているというところも見やすいですし、さらにね邪魔くさかったらこの上にね、次曲がるコーナーの情報とか音楽の情報とかありますけれども、これもね消すことができるので、さらにここの地図エリアを拡大することもできるという機能性のねかなり高いものになっているので、こういうところもね今までのスバル車とはね、比べ物にならない、全くブレイクスルー新しいね機能を備えた車になっていると思います。なのでね安全装備を重視していると、運転支援を重視しているという方、それでいて、見た目もねやっぱシュッとしているスポーツな雰囲気がある車、もう SUV とかミニバンはいいよという方にはですね非常に刺さる車になっていると思いますし、見た目もまあ本当にかっこいいと、さらに走りの質感はもう国産離れしているこの特にステアフィール、そしてアイサイト X の賢さ、そしてデジタルメーターの良さで、内装の質感も良くなったと、アンビエントライトもついているということで、本当にねカーオブザイヤー取るのも納得の車だなと思う部分ですね。はい、今ですね首都高羽田線で
50キロ未満になりましたので、アイサイト X こちら起動しています。私手放しで、足放しで走ってますけれども、ちゃんとねレーンと前の車、認識してですね、自動運転してくれているという感じです。本当に全く手も、触っていません。でもちゃんと、このね追従してますマークみたいなのが青くなってですね、でガラスにですねインジケーターが入ります。お、今車が入り割り込んでくるから、これはちょっと入れてやるか、しょうがない。再度リジュームボタンを押します。そして、追従して、はい、このボンベンって言うとですね、ハンズオフしていいよという合図なんですけれども、ハンズオフ今しています。で、ノロノロのね30キロぐらいなので、見事にですね今緩やかに左に曲がっていきますけれども、ちゃんとレーンも中央を維持していてですね、全く危なげなく、走れています。このように手放ししています。まさにハンズオフですね。そしてですね、ここから渋滞が解消されてだんだん加速していきます。そしてこれが、50キロ以上になると握ってくださいというサインが出ます。ハンドル操作をしてください、出ました。でここで握って、はい、これで、解除されたよという緑色のインジケーターに変わります。まあね、ちょっとこの GoPro で映ってるかどうかわかんないですが、フロントガラスのところにですね、LED のインジケーターが出ていてですね、これで青とか緑とか、オレンジとかそういうので、危ないよとかいろいろ教えてくれる感じになっています。やっぱこういう渋滞の時にね、手放しハンズオフできるのは50キロ未満じゃほとんど使わねえよって思ってたんですけど、やっぱり一番煩わしい渋滞区間中にですね、こう手放しで、走行できる、手放し足放しで走行できると、しかも危なげなく、運転できるというのは本当にこれはねちょっと未来来たって感じしますね。まあ、これだけのためにですねレボグ買ったと言っても過言ではないって、それはちょっとやっぱ過言でしたね。スタイルとかね、ステアリングの良さと、ステアフィールの良さとかね、走りの良さとか、あとねナビとかメーターとかいろいろ要素もある中で、さらにですねこのハンズオフができるというのも、まあね重要な購入のね動機の一つになりますよね。はい、そしてね自宅までたどり着いたんですけれども、燃費がですね14キロと、リッター14キロとなっています。まあ、給油後の燃費としてはですね、279.8 キロ走って、まあ、14キロと、リッター14キロということで、まあ、ほぼほぼ、まあ、9割、8割ぐらいはですね、高速を走っているような感じになりますけれども、このぐらいの燃費出たらね、いいんじゃないかと、航続距離も580足す、280なので、880キロぐらい、航続距離もあるというような形になってるんで、これぐらい走ってくれればね全然満足ですね。いや、そんなに燃費悪くなくなってきたぞレボーグ頑張ってるということでね、レボーグ納車半年の、まあ、ドライブインプレッションをお届けしましたが、いかがだったでしょうか。これからもねスバルの車、まあ、バリバリねレビューしていきます。フォレスターのね D 型も出て、まだねもう見れてないんですよね、現車を顔変わったやつね。恵比寿のね、スバルスターズのお姉さんに会いに、取りに行こうかなと思うところです。スバル車ねもっと見たいぜという方はですね、いいねボタンを押していただければ、なるべく早くスバルのインプレッション BRZ の見積もりとかも撮ろうと思いますので、ね、陳走行のね動画も上げなきゃいけないんですけども、そういうのも含めてねスバル車上げていきたいと思いますので、ご期待ください。車でも何でもね欲しいと思った時は買い時ですからね、車買って携帯回していきましょう。それではあなたの物欲を刺激する車買うチューバーワンソクチューブ、次回もお楽しみに。